韓国、インチョン、のアジア大会水泳会場で、カメラを盗んだとして窃盗罪に、問われた競泳の、富田、直也、被告の、第4回公判が30日、インチョン地裁であり、検察は、初期段階で、被告人が認めたことや、防犯ビデオからも犯行は明らかだ。被害者も処罰を求めている、として、罰金100万ウォン、約11万円を求刑した。判決は5月28日、富田被告は、被告人質問で、防犯カメラの人物は自分ではないとして、改めて無罪を主張した。富田被告は公判後、記者団に、公正なる判断をお願いしたい、と述べた。富田被告は事件直後、インチョン地検に窃盗罪で、略式起訴され、罰金100万ウォンを納めたが、帰国後、無実を主張し公判請求した。